新教育運動とは、新教育、または、新学校をキーワードに19世紀末のイギリスで始められた教育改革運動のこと。新教育とは、20世紀初頭に始まった新しい教育の考え方を提唱する、世界的な広がりを持った運動の中で、旧来の教師中心、大人中心の教育を旧教育と呼び、自らの児童中心、 自発的な学びを良しとする考え方を呼んだ呼び方のことである。新教育とその具体的で制度的な成果としての新学校を共通のテーゼとするこの国際的な新教育の運動はその教育目的、教育方法、児童館において共通の特徴を持っていた。当時世界的に広まっていたヘルバルト主義の教育観を乗り越えて現実主義に根本的に 方向転換を図るというのがそれである。教育形態としては、確一的一斉教授から個性的豪華教授へ、教育方法としては、出地主義、注入主義から活動主義、自学主義へ、教師中心主義から児童中心主義へ、階級分裂的伏線型学校から統一的、単線型学校へ、自勉的哲学的教育研究から、 実験的科学的教育研究へなど、その運動の意義と成果は、その後の教育改革へ、進歩的な遺産として継承されている。19世紀末から第一次世界大戦後にかけて、イギリスから、フランス、ドイツ、イタリア、アメリカ、ロシア、インド、中国及び日本、並びに、その他の国々に展開された。ただし思想においても教育実践の手法においても、 一様でなく、ルソー、ペスタロッチ及び、フレーベルの思想の継承発展により、書物を通じての主義のの教育に対する児童の自主主的で主体的な活動を尊重するという児童中心主義の考え方に共通点がある。この運動は、具体的には1889年イギリスのセシル・レティによって設立された学校、アボッツホルム・スクールに始まると言われる。この学校は、 フランスのエドモンド・モラン、ドイツのヘルマン・リーツらに影響を与え、それぞれロッシュの学校、田園教育塾を発展させた。そしてこの運動からグスタフ・ビネケンやパウル・ゲヘープラによって生徒の自治活動を尊重する自由学校共同体の運動が現れた。別の起源ではイギリスのパブリックスクールの革新から始まりともされる。 1900年スウェーデンのスウェーデンのジャーナリストで女性運動家だったイレンケイが実著のタイトルを児童の正規と名付け、この新しい動向に一般的なタイトルを与えたことから、全世界的にこの言葉があまねく伝わるようになった。この運動全体を新教育運動と呼ぶ。ドイツでは改革教育運動といい、アメリカ合衆国では進歩主義教育という言い方があり、 それぞれの教育改革の動向や傾向性などを指して言うことがある。新教育の特徴としては、旧来の教育のように記憶力中心の詰め込み、式教育とは異なり、学ぶ者の,の個性や想像力など、いわゆる各自の感性や思考力が重要視される教育法であり、これまでにない発明をしたり、新しいアイデアやシステムを生み出したり、自ら学び、実践しながら、 新しい分野を開拓していくための力を培うのに有効な教育法とされる。アメリカではその民主主義を基礎に1883年パーカーによって、始まり1896年のジョン・デューイのシカゴ大学の実験学校によって、さらに前進し、進歩主義教育運動として展開された。この運動は、ウィリアム・ヒア・ド・キル・パトリックらのプロジェクトメソッドを生み、バージニア・プランなど、 徹底的な経験主義カリキュラムを採用する数々の宗教育計画を成立させ、コミュニティスクール運動を発展させていった。またこの動きが単に教育者と学校改革の分野だけでのものでなかった証に、作家や芸術家にもこうした運動に共鳴し自らも学校を試みる者が少なくなかった。作家のトルストイ、思想家のバートランド・ラッセル及び、 詩人のタゴールなどはその例である。日本においては、大正時代に従来の教育法を旧教育として批判し、子ども中心の理想の教育を求めた学校創設が行われた。官僚の沢柳正太郎が実験学校として創立した正常小学校や自由主義教育者伊藤長七による東京府立第五中学校での実践がそれにあたる。また、 鈴木美恵吉は子供の自主性を育てる童話雑誌として赤い鳥を創刊し近代児童文学に大きく貢献した。これらの一連の動きを対象自由教育運動と呼ぶ。ありがとうございます。